にちは、小田です。今日は J ソサイチフットボールパーク調布に来てます。そして今日は特別ゲストで、ソサイチ会の小野真嗣に来てもらってます。いました、ソサイチ会の小野真嗣です。ソサイチ会の小野真嗣、失礼やろうが小野真嗣選手に。あ、どうも、宇賀民翔ら徳永です。よろしくお願いします。じゃあ今日やっていこうか。お願いします。今日全種類使いましょう。フットサルボール、サッカーボール、サッカーボールの前にソサイチボールですね。ソサイチボール、サッカーボール、5人制用、7人制用、11人制サッカー用ボールです。で、今日やるのは、あの真似してあげれるようになります。まずこの上げるところから練習してください。もうこれ上げれるようになれば、このドリブルはすぐできるようになります。まずはこのどのボールでも一発で上げれるように、まあ、サッカーボールの方がバウンドしやすいんで上げやすいですね。で、上がってきたボールに対してアウトで蹴るんですけど、今リフティングの時は体真正面でいいんですけど、本当に上を越したいっていう時はこの舐めた足をここまで持ってきます。で、ステップを踏んで上がってるボールをアウト。サイチボールでやりますか。目の前で浮かして2で頭を取る。じゃあ小田ちゃんやってみますか。自分やるんですか。絶対できない。あー、かかとの方にボールが行ってますね。もっとつま先の方ですね、つま先。そうそうそう、力が強いですね。上だけ軽く擦ります。ああ、いいですね。出したとこから、うん、アウトにこう、うん、ここからこう上に上がるには、うん、この足どうすればいいですか。浮いてくるんですよ、ここから、この時点で。はい。そしたらこれはアウトで前に持ってきたいですから、もうここで走り出してるんです、この左足を。次の一歩で、はい、敵がいる。で、これに対して敵は出してくるんで、この走り抜ける後足でアウトに、走りながらアウトに当てる。あ、このひねりが大事です。これも1本目だと、ここで前向いててアウトでドリブルを楽しみつつ、はい、みんなと一緒にやるゲームも楽しんで、楽しむことが大事です、はい、ということで選手、はい、それを使って、はい、1対1やっていきましょう。1対1やりますか。いいですよ。自分とこれを使ったらもう分かってるじゃないですか。それも使いつつ1対1いきますか。お、いいですよ。やりましょう。はい、やりましょう。この小野真嗣スペシャルは、私36歳中2ぐらいの時の某飲料メーカーの CM でやってて真似しただけです。今みたいに子供たちいろんな動画ありますけど、ほんと幸せですけど、それを選択して選んでってください。
かバレてると思って。追加でおこちゃフェイントも楽しくやってください。